勾配を、時代をかけし者の力、見極め伝えてくれ。又兵衛様、閻魔帳に乗せていただきたい男がいるのですが。俺様最強。卑弥呼様と足利さんにお願いされちゃいました。だからあなたを見極めます。いい人か悪い人か。もう疲れちゃいました。臆するな。六方から囲み同時に打ちかかるのだ。あの技は面白いな。どうやってこうか。ぴょんぴょんと飛んでいきますよ。えい。まずい。このまま伝令されては警戒を強められてしまいますぞ。認めたくないものだな。王朝に陰りありなどと。双方良き試合であった。褒めて使わす。よい。優れた技あらば貴様もヨシテル様の糧となるがよい。定めを回しに来られたか。歓迎しよう、いつの入りとよ。絶文句処刑しか。俺様最ねえ、痛かった？お覚悟です。芸術とは我が輩だ。皆が守りたいのは足利将軍家の門であろう。それもまた欲の熱、望むままにいたせ。よい。取り乱しても優雅だね。ここからだとまだ私の声は届きませんね。見せてくれ、トモよ。欲する者の輝きを、欲した命の瞬きを。貴様の情報は帝への奇跡にもできよう。見極めておいて無駄はなかろう。我は明かりが、我が采配は無病なり。足利一門の力、打ち伏せられねば分からぬようだな。一輪は影らず、断じて。貴様にはチクラオキドを課す。その上で滅ぶ。報告はしよう。形ばかりであろうと。ここまで来たんだ。
もう逃げねえぞ。キャー、フォークは見つけに連なれ。俺様最高。キャーキャー。新しい処刑法思いついちゃってさ。お前で試していいねえ。お前、俺様のこと知ってるって。噂聞いたことあるって。あ、そう。さあ、参りましょうぞ。もっと抵抗しろよ。つまんねえだろうがよ。これで情報を取得できる。全ては我が盤上の窮地にありてこそ熱く燃えよ。それすなわち聖である。お淀み時代のこととかもっと聞きたいんだけどな。何か言った？今俺様に何か言ったねえ。そなたが帝にもたらすのは、私はそれを見極めねばなりません。うえずに剣士さん、やっとこの手で引きちぎれるよ。私の絶文句かの者の魂深く見極めます。もはやどうにもならぬ。最強キャッキャッキャねえ、痛かった。世の三日月宗近を使わせてやるべきだった。いや、振るう腕がなければただの生物か。残念。お見事、前を司っておられますな。素敵選手の王鉄破れかぶれ。取り乱しても優雅だね。必死で抵抗してくださいよ。こっちが盛り上がらないからさ。開け放って待つの一興と思うたのだが、皆がならぬとうるさく言うのでな。帝よ、かの者の魂は私を。互いに小手先の姑息は無用。面白を試合え。最初からそうやって転がっててくださいよ。デクなんだからさ。ナム八幡大菩薩。
次に会ったデクでさ、とっておきの処刑法を試してみるかな。公園にとっておきたまえよ。世の勾配を全て打ち進んだはその方だな。見事だ友よ。その方こそが世の待ち望んだ伝令よ。面白き道を進む男だ。いや、張っていると言うべきか。あー、なんだって聞こえてませんけど。この熱、この風、友よ、世は昇るぞ。雲よりも天よりも高く。これよ、これが世の望むもの。命を賭してこそ回廊、新しき時代の熱よ。あの将軍にも遅れを取らねえ。やっぱり俺様は、ね、すげえんだよ。行くぞ、お前。ステッキ石の王鉄破れかぶれ。古式ゆかしい祭り事など面白くはなかろう。故に天へ返し立てまつった。あの星がそれよ。世はここまでだ。友よ、人々を導け、新しい世界へと。すごくて賢い狐だよ。